今夜のイブニングライブは、新たな開発が発表された虎ノ門から現在の様子を交えながら伝えてもらいます。村上さん。まもなく開業から2年を迎える虎ノ門ヒルズ、このエリアの求心力となっています。こんばんは。私が立っていますのは、この虎ノ門ヒルズのちょうど南側にあたります。このエリアの再開発で今日新たに3つの高層ビルが建つことが発表されました。そのうちの1つのレジデンシャルタワーが建つのがちょうどこちら側になります。まさに虎ノ門ヒルズの虎ノ門エリアの開発の中心地というだけありまして、このエリアがどんどん変わっていく、そういった可能性の強さを感じます。ここからは森ビルの計画統括部部長、大森みどりさんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはですね、はい、新しい計画が発表されて初めてここに立たれたと思いますが、はい、今のお気持ちいかがですか。はい、虎ノ門ヒルズが完成してから6月で2年になりますけれども、こんなに早く周辺エリアの開発について発表できるとは、しかも3棟まとめて発表できると思ってなかったので、まあ、非常にワクワクもしますし、責任も重大だなと思っております。ここに立ってみると非常にたくさんの方がいらしてくださっていて、まあ、開発から2年でこんなに街が変わるんだなってことも実感しております。そしてその再開発のキーになると思われるのが、やはり日比谷線の新駅ですが、こちらはどう受け止めていらっしゃいますか。はい、虎ノ門ヒルズエリアの真ん中に新駅ができることで、交通の利便性が飛躍的に高まるというふうに思っております。また虎ノ門ヒルズの新駅からビジネスタワーのバスターミナルまで地下道で直結します。またさらにそこから既存の銀座線の虎ノ門駅までもつながっていきますので、非常に便利になるんじゃないかなと思っております。この新駅をどのように生かしていきたいと思ってますか。はい、今回新駅と一体開発ということでステーションタワーを計画していますので、ステーションタワーの地下には地下鉄の駅前広場を作りまして、また地上部にはこの虎ノ門ヒルズの奥上ですね、地上のガーデンのところから桜田通りをまたいで歩行者デッキを作る予定にしております。それが完成することによって、新太郎通りからこの虎ノ門ヒルズの森タワーを経てステーションタワー、さらには赤坂の方までこう人の流れ、それから緑のネットワークができていくんじゃないかなというふうに思っております。そしてもう一つ、新虎通りはどのように受け止めていらっしゃいますか。はい、新虎通りが完成することによってますます都心と臨海部の、人の流れ、情報の流れも良くなっていくと思いますし、新虎通りでは今エリアマネジメントということでも盛り上がってきてますので、シャンゼリゼ通りのような賑やかな通りになっていくんじゃないかなというふうに思っております。それでは最後にですね、はい、このエリアをどのようなエリアに最終的にはしたいなと思われますか。はい、虎ノ門ヒルズの、テーマはグローバルビジネスセンターなんですけれども、ここから新しいビジネスが生まれて東京の未来を作っていくような街になったらいいなというふうに思っております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。まさにその再開発の熱を帯びている虎ノ門エリアから中継でお伝えしました。